こんばんは。あ、そう、テロップ昨日やらなかったなと思って、そしてね、昨日の配信もなんかギフトが見えなくて画面で、で、お礼を言いたいのに言うタイミングが分からなくて、昨日ゲスト投げてくださった方ありがとうございました。本当にありがとうございました。どうやったら見れるの、ね、コメントは見えるのけどね、見えてないんだよね今も。ちょっと聞いてみる。そう、アニメーションが表示されない。そうそうそう。あのね、今日ね、髪の毛をさ、ヘアアレンジしたいなと思ったんだけど、私ヘアアレンジ下手くそで何もできないから、三つ編みぐらいしかできなくて、これとさ、これはさ、三つ編みしてみっていい？下ろしたままがいい？一回してみていい？なんか昭和のい、なんかね、昭和にタイムスリップしたみたいな髪型になるんだよね。しかも三つ編みはできない、あ、違う、三つ編みはできるけど編み込みできないからここから始めることになるんだよね。ツインテールは？ツインテールも後で、あ、でもな、高い位置ね、似合わないんだよね。こんな？とりあえず結んでみる？そうそう、昭和の女学生みたいになる。まあそれもレトロでいいんじゃない？ほら、ここがもう何もないぺったんこになる。まあやるだけね、一応ね、右もやろうね。配信前にやっておこうと思ったんだけどね、なんかみんなの意見聞いた方がいいかなと思って。似合ってないのにさ、やってもちょっとあれじゃん。似合ってる？やった？よかった。はい、できた。時代が変わったね。まあいいんじゃない？これもこれで。はい、じゃあ今日これでやります。似合う？やった。あんまり一気に昭和感、まあいい、いいよ、これもいいんだよ、それはそれって感じで。
なんかこれ面白いな、自分で見るとこう下ろしてここだけ三つ編みしてもさいいかなと思ったけど、なんかあんまり目立たなかったからもう二つにしちゃう。幼くなった？若返りだね。時代は戻って、年齢は。今日は髪を切りました。お！髪切ったの？どのぐらい？この辺？私も最近切って、前は本当に長かったんだよ、この辺まであったんだよ、この辺。今日からツーブロいい、さっぱりするね、ここがね。スイズヘアはできないの？できない。多分ここ編み込まれてここから三つ編みみたいな感じだと思うんだよね。けど私編み込みができないからダメ、できない。リリナと同じくらいあったのね。え、そんなにあったかな。リリナさんよりは短いような気がする。わかんない、長いとね自分がどのぐらい長いのかわからなくなるんだよね。はあ、違う違う。いつか髪の毛巻き巻きしてほしい。あ、私もね、巻き巻きはできるの。コテをね練習したから、こう巻き巻きはね、お姉よりも上手。でも髪切ったからあんまり巻き巻きする機会ないな。ご飯食べた？まだ。ご飯まだ。1時間前くらいからもう自分の部屋来て、待機してた。あおちゃんと仲良しなんですね。あ、ダメだよ。あおちゃん、おお。ちょっと、あ、配達が来ちゃったかもな。待ってね。ごめん、吠えてる。ごめんね。ダメだよ。
行けそう。ごめんね、ごめんね。あーもう10分経っちゃったよ。ごめんね。いや、まあそんなこともあるよね。気にしない気にしない。おとなしくなった、おとなしくなりました。ご飯はまだ、ワンコたちはご飯食べたけど私はまだ。膝の上にいるのはユナさん、ユナさんじゃないな、ユナさんはもうちょっとこの辺ぐらいまであるからね、ユナさんではないね。今日は何食べるの？油淋鶏、冷蔵庫に油淋鶏あった気がする、それ食べると思う。お母さんが作ってくれたやつ、自分は作ってない。みんなは食べましたか？今日はカレーでした。カレー、ちなみに何日目のカレー？2日目が美味しいって言うけど、ビーフシチュー、ビーフシチュー、私、あ、ビーフシチューさ、聞きたいことがあるんだけど、ビーフシチューでご飯を食べる派か食べない派かっていうの、私は絶対にビーフシチューご飯食べる派なんだけど、食べないかな、食べる派、食べる、食べます。やっぱそうだよね、食べるよね。誰だったかな、お母さんだったか誰だったかがね、ビーフシチューでご飯は食べれないよみたいなこと言っててさ、私ビーフシチューご飯必須派だから聞いてみた。どうでもいい話をするね。ホワイトか、クリームシチューか、クリームシチューな、そこ微妙かも、クリームシチューはかけないかも、ご飯。そう、なんかね、ちょっと牛乳風味の味がするじゃん、牛乳風味ではないね、ちょっとクリーム、クリーム味だからさ、ご飯は違うかもって思っちゃう。おでんは、おでんはね、ない、おでんはそのまま、おでんって 何でご飯食べるんだろう、例えば白滝でご飯はちょっとダメくない、無理くない。ご飯の話してたらお腹鳴った。おでんはお酒、わ、わかんないって、お酒わかんないって。日本酒、え、なんかあるよね、おでんのさ、あれドラマとかでさ、おでんの車屋台みたいな、そう屋台みたいなあるよね、それでなんだっけ、熱燗一緒に食べるみたいな、ドラマでよく見る。みんな大人だわ。お酒知らないの、知らないよ、知らないよ、16だもんまだ。20でもね、好きじゃない気がするんだよね絶対。
からしつけますか。からしね、つけないかも。なんかね、たまに迷った末につけることもあるけど、基本つけないか。16分、もう16分だよ。ごめんね、配達とか。やばいやばい、くしゃみです、危ない危ない。お刺身にわさびは絶対、嘘、絶対じゃないわ。つけるやつとつけないやつあるサーモンとタイとエビ系はわさびつける。お肉にわさび、あれだよね、ローストビーフとかわさび醤油も美味しいよね。わさび大丈夫だよ、私めっちゃ つけるよ。餃子は何で食べる？ポン酢。餃子はポン酢。マグロにはつけないの。あんまりマグロ食べないです。あんまりマグロ食べないね。目玉焼きには、目玉焼きか。目玉焼きをそもそもそんなに食べないかも。目玉焼き、マヨネーズじゃない、マヨネーズ、なんか醤油とかいるよね、醤油かける派閥醤油派やっぱりね、いるよね。餃子にラー油使わないかも餃子にラー油ね、一時期使ってた時もあるけど。あー18分、今日どうしますか、スクショしますか、しませんか、しませんか、しよう、はい、しましょう。今日三つ編みだから髪の毛持ち上げよう。はい、耳が映ってる待って、はい、いいよ。何にし、あ、19分、急いで急いで、何にする、あ、これね、はい、3、2、1、はい、3、2、1、はい、終わり、よし終わります。今日も一日お疲れ様でした。来てくださってありがとうございました。明日ね、公演があるからあんまりできるか分からないんだけど、できそうだったらしますので、フォローして待っててください。ありがとうございました。じゃあねー。よ。じゃあねー。